本田忠孝が建てた、石碑・忠孝は1919 19年に、旧岡崎城跡1園を、岡崎市に寄付。城石地は、岡崎公園として整備された。本田忠孝から1920年6月8日は、日本の死者区、貴族院議員。岡崎藩最後の藩主、本田忠直が没死した後、本田家家督を継いだ。文久3年10月14日。 本田忠タの長男として生まれる。弟は第二代岡崎市長の本田ダ・ト一キ。1880年四月二十九日、最後の岡崎藩主、本田忠直が三十五歳で死去した。忠孝は本田家の家督を相続する。一八百八十四年七月八日、死者を授けられる。区内荘式部官に就任。一八百六十九年九月に設立されたものの、 廃藩知見に伴い2年で廃止された岡崎藩の藩校の上文館と上部館の意思を継ぐべく教育事業に力を注いだ。本田省賞を創設し小中学生の勉学を奨励。1901年4月、東京遊学の指定のために本郷森川町の旧藩邸に宿舎、龍城館と三河共有会の学生両者を提供した。 同郷指定に対し物心両面から援助の功を尽くした。1904年7月10日から、その死去まで貴族院議員を務めた。1915年4月16日から、家康忠勝良校300年祭が開かれる。忠敬は300年祭の祭祀を務め、祭典後に、本田忠勝出生の地とされる、岩津、村大技チベット前に石踏みを混立した。 1919年、旧岡崎城跡一円を市民憩いの場として開放するため、岡崎市へ寄付。市は11万円余りを投じ後、可燃継続事業により整備に努め、旧場各区域を岡崎公園として完成させた。1920年6月8日、死去。去年56。1961年7月1日、岡崎市名誉市民に推挙される。 ありがとうございます。